はい、えー、こちらね、あのー、先ほどの話の続きなんですけどね、よかったんですよ。あのー、友達がね、あのー、<laughs> 僕やめとけって言ったんですけどね、まあもう短く言いますね。あのー、私のここの家の近所のね、あの場所で猫ちゃん、野良猫ちゃんにご飯をあげ続けてね、一年間それをしたもんだから、町内の方にね、あの、こっぴどく怒られて、あのー、 大人的なね、あの対応しろって言われてね。で、しばらく私とその友人がね、私、いや、私は、あのー、ご飯あげてないんですよ、そこではね。<laughs> まあ、一回か二回あげました。まあまあ、でも手伝いますけどね。まあ、その、こっぴどくね、怒られた友人がですよ。<laughs> あのー、私とね、あのー、その友人二人でこれからね、大人的な態度を取 <laughs> らせていただくんでね、あの、ちょっと今後の私たちを見て、見てくださいと。 僕何も協力するなんて最初言うてないんですけどね。まあ、結果ってしますよ。しますけど、僕が言いたいこと分かるでしょ。僕に相談してからそれ言えよって話なんですけどね。うん。ほんで、昨日はね、その友人が、あの、そのね、あの、まあ、もう、町内の方がね、あの、ご飯二度とやるな。でね、ご飯あげてる人いたらね、悪いけど、あなたたちが注意してくれと。でね、昨日、友人がね、まあ、あげてる人はいなかったらしいんですよ。でもまあまあ、そのあげた後があったらしくてね、ほんでそれを処理した。 っていう話と、ほんで、えっ、ー、とね、そこにいる猫ちゃんですよ。で、まあ、50匹ぐらいいるんですけどね、うん、まあ、もう逃げる子もいるんですよ。こうやってこう、触ったらもう、ご飯やったらね、来るだけで、こう、触ったら逃げる子もいりゃね、こう、懐いてくれる猫ちゃんもいまして、ほんで、3匹のね、猫ちゃんがね、あの、飼い主がね、あの、よかったんですよ。あの、見つかったんですよ。 あの、虎猫ちゃんなんですけどね。うん。まあ、虎猫ってまあ、他の模様の猫ちゃんに対してちょっと悪いんですけど、これは僕の中での、あの、印象とイメージですよ。あの、虎猫ちゃんってやっぱこう、あれですね、あの、人気ですね。あの、模様がね。うん。で、まあ、人気だけに多分ね、あの、やっぱ、飼ってもらえるスピードが速かったと思うんですけど、でね、人気のね、虎猫ちゃんはね、あの、まあ、ま、 早いか遅いかだけやったんですけど、一匹ね、多分ですよ、目が見えてない猫ちゃんなんですよ。多分ですよ。あの、ご飯とか匂いがきついやつありますよね。で、そういうのは匂いでわかってるんですけど、なんかね、多分ね、目、見えてないんちゃうかなっていう感じの猫ちゃんなんですけどね。まあ、それはちょっとまずい、まずいというかね、ちょっと、一番最後になるだろうなと思って、で、まあ、いろんな人にね、声かけたらね、あの、この、 一匹目見えてね、猫ちゃんはね、あの、もらってくれる人がいて、びっくりしたんですよ。いいんですかって言ったらね、ちゃんと正直に言ったんですよ。はい、いいです。って。なんでですかって、あの、この2匹のね、虎猫ちゃんを買ってくれるなら、まあ、わかりやすいしね、みんなも、あーってわかると思うんですよ。多分ね、もう一回言いますけど、猫と話ができるわけじゃないからね。うん。<うん S 1> まあ、でもね、その50匹ぐらいいる猫ちゃん、いっぱいこう、その空間にいるわけですよ、そこのね。うん やっぱりそこを見たらわかるんですよ。なんかね、なんか雰囲気的にちゃんと見えてないなって思うんですよ、その猫ちゃんね。ほんで、え買、ー、ってくれる人がね、あ、これ別々ですよ。一匹ずつ違う人が、まあ一人、ごめんなさい、えっと、虎猫一人が一つ、虎猫一人が一つで、目が見えてない虎猫を買ってくれる一人、三つ、あの、三匹とも別々の人ですよ。うん。でね、 この、一匹のね、あの、虎猫ちゃん飼ってくれる人ね、なんで飼ってくれるんですかって言ったらね、あの、将来どんどんね、お金かかると思いますよ。って言ってるんですけどね、あ、いいんですよって。っなんでって言ったら、以前の、<laughs> ごめんなさい、あの、以前のね、あの、猫ちゃんが目見えてなかったんですって。うん、全くじゃないですよ。なんかこう、障害があるような感じの猫ちゃんやったらしいんですけどね。うん、で、その猫ちゃんが忘れられなくて、顔は似てないらしいんですよ。あの、 同じ虎猫ちゃんで、まあ、あの、まあ、目が見えてないっていうところだけの共通があったらしくね。うん。で、それでやっぱりね、なんかこう、生まれ変わりみたいな感じなんが、あの、なんかあったみたいなんですよ。本人の解釈でね。で、いえ、私が責任を持って変えますと。うん。ね。ほあの、写真見してもらったんですよ。本当にね。あの、顔全く似てないです。同じ虎猫でもね。うん。でも、 あのやっぱりね、わかりました。ちゃんとね、あの以前の子もちゃんとしてあげてたみたいです。あの最後までね。その方が買ってくれはってね。でその方も、あのー、もちろん猫仲間いっぱいいるんでね。でその人にあの僕とね、僕の友人の電話番号を言うて、でねあーのーまたその子の買ってくれてた人がね、<laughs> あのまたもし、 他に猫ちゃんいる人がいたらね、あの、協力してくれるってね、あの、協力してくれてるんですよ。もういい人なんですよね。あの、頭が上がりません。でね、あの、2匹のこの虎猫ちゃんもね、あの、その人らもね、協力してくれました。で、あのー、このね、目が見えない猫ちゃんを連れてってくれた人からはないんですけど、このね、2匹のうちの1匹を連れてってくれた人がね、あの、まあ、 絶対かどうかわかんないんですけどね。あの、その空間にね、約50匹いる1匹をまたね、買ってくれるみたいなんですよ。あ、その人と違いますよ。その人の知り合いがね。うん。みんなだからね、あの、助けてくれてるんですよ。うん。でね、あの、もう本当にね、あの、皆さん、助けてくれてます。うん。もうね、よかったです。あとでもね、ちゃんとこう僕ら数えたわけじゃないんですよ。数えたわけじゃないけどね。あと50匹ぐらいいますね。<laughs> うんでもね、あの、会長さんもね、あの、町内会長さんもね、今回その3匹、その空間からね、あの、ちょっといなくなったっていうのをね、見てくれてね、やっぱちょっと認めてくれてます。うーん、とにかく、うん、ああ、なんかもう伝わったからいいよって言ってくれました。僕らに対してね。ただ、いいよってあの、許すいいよじゃないですよ。あの <laughs>、ま、すぐね、あの、ま、市役所か区役所って、 かな僕知らないですよ。猫ちゃんをどうのこうのするときの、処理するときのね、あの、お願いするとき。まあ、とにかくそこにすぐ、ね、あの、言うのはやめとくから、ね。まあ、頑張りたまえみたいなこと言うてくれたらね、あーよかったと思って、とりあえずちょっとホッとしてるんですけどね。うん。僕が一番ね、ま、まあ、全部一緒ですよ。どういう猫ちゃんを飼ってくれてもね、一緒なんです。でも僕が一番ね、次に頭が上がらない人はこのね、目が見えなかったあの猫ちゃんです。うん。ね。 うん。だいぶお金がかかると思います。まあ、来ちゃない話ですよ。お金かかる、お金かかるって。でも現実そうなんですよ。ね。で、お金がかかるっていうのをね、頭に入れていただくのと、今この動画で言うのはね、僕大事なことやと思うんですよ。あの、好きな気持ちだけでは絶対買えないんでね。うん。好きな気持ちだけで買う人が最後ね、あの、してはいけないことをしてるので、うん、まあ、絶対とは言えないんですよ。まあ、そういうことが多いんです。うん。 うちのね、あの、黒猫ゴマちゃんもですね、あの、昔ね、あの、病院代で30万かかりました <laughs>、うん。さ、痛かったですよ。痛かったですよ、30万ね。そうですよ。うん。あの、ね、猫ちゃんが好き、猫ちゃんは大事、猫ちゃんが家族、ね。だから30万ポッと払って、その30万のとも思わなかったら、さ、痛いですよ。でもね、 痛いんですけど、別にね、あの、最終的にはね、別にこう僕がね、いや、うん、まあまあまあ、いろんなこと考えて、まあまあで終わらしてるのはやっぱりね、もう古い話ですよ。やっぱりこう、猫が好きだからなんですよね。うん。と、僕は頭の中で昔からその覚悟があるんでね、何かあった時はやっぱそういうことになるだろうというね。うん。うん、まあ、そういうことなんかな。うん。よかったです。とにかくね、飼い主がね、あの、3匹見つかってよかったんですよ。 ちょっとね、あの、ほっとしました。ね。もうちょっとしたら僕は、あの、そうね、あの <laughs>、入れ物を処理しに行くのと、ま、昨日友人がやってくれたからもうそんなないと思うんですよ。ただでもね、ええー、と、さっきも言ったんですけど、あの、ね、ご飯を昨日引きました。ね。そうやけど、ね、違う人がまたやるんですよ。うん、だから一緒なんですよ。でもね、これを繰り返すことで、だいぶあの、その猫のね、どうのこうのがなくなってくると思うんで、ね。 僕の友達ももう二度としない言ってますね。うん。で、もしするならね、さっき言った僕のやり方ですよ。あれ結局それでもあかんダメなんですよ。ほんまにちょっとだけね、ちょろんとだけあげて、まあ、ちゃんとね、食べ終わるのを見届けてからっていうね。うん、まあね、なんかこういうことになるんですよ。<laughs> うん、まあね。今となっては、まあ、笑い話で済んでるんですけど、 ええー、まあね、もう知らないね。友達ですしね。うん。まあ猫も友達やしね。ほんでごめんなさいね。悪いんですけど。ほんでね、ちょっとまあ、コメントとかね、遅れてしまうんですけどね。あの、必ずどっかでまとめて、あの、コメントとか、あの、送らせていただきますんでね。うん。まあちょっと順序が違ってくるんですけど。うん。でね、またあの、飼い主も見つけて、見つかってもね、そう、飼い主のとこまで持ってかいかんとなんでね。 <laughs> うんまあね、うん、当然ですあの。僕もその場、そのね、あの友人がやったことと僕が回数が少ないだけで僕もやってたんでね、一緒です。うんあのね、よく言う50歩、100歩なんで、はい。でね、今からちょっと僕、ね、その書に行きたいと思いますんでね、はい。えっ、ー、と、こちらでね、動画の方を切らせていただきます。皆さんもね、もしあの、 ね、猫ちゃんがね、あのー、食べた後のね、ご飯見つけたらね、まあ、必ずね、あの、右と左見てくださいね、その入れ物があったらね。もう猫ちゃんがいなかったらもう下げといてください。うん。ね。まあ、必ずね、右と左見てあげてくださいね。ひょっとしたらまだ近くにいるかもしれないんでね。うん。ま、それでも本当は、ま、あま、あこれ以上言わなくてもわかりますね。とにかくもう、猫ちゃんがいなかったらね、あの、ご飯はもう引いといてあげてください。はい。 またね、私ね、あの、今から行きますんで、はい、こちらの方でね、あのー、本日ちょっと猫ちゃん話は切らせていただきたいと思います。